どうもケビーです、今日はですね、シンコペーションブック、の読み方、3回目になりますね。で1回目が、右でスタートで、2回目が、オルタネイトでやったと思うんですけど、今日、3回目は、同じパターンで、左スタートをやっていきたいと思いますね。で、当然のことながら右利きの人だと右スタートの方が楽だし、左利きの人だと左スタートの方が楽だと思うんですよ。なので苦手な方からスタートするっていうのも大事な練習なので、ぜひともやってみたいと思います。それではちょっとやってみましょう。